はい、プレイしていきたいと思います。ディープロックサバイバーというわけでやっていきましょう。前回が新しいキャラクターでようやく浮いてからダメージ取っちゃった。まあいいか、で、マグマコアに行けるようになったんだよね。なんでマグマコア行きましょうと。ダイブ完了。レッドシュア20個。ガンナーでレベル20個。うーわ。最悪だ。最悪だ。ガンナーやんないといけなくなっちゃった。エンジニアやりたかったのに。いきます。ガンナーいきます。エンジニアやりたかったな。でもバラバラでクリアでもいいもんね。バラバラクリアでもいいんで。バラバラクリア目指すか。まあ一回でこなせるなら一回でっていうことで。よし。とりあえずこれ20個集めつつ、サプライが来るんで、それで、あれっすね。お、ダメージ全ての武器はいいでしょう。まあこれレベル上げてからね、あれ取ってないもんね、確か。12になってから。どういう特殊効果がつくかを知らん。いって継続ダメージ、継続つく床ダメージあんだな。ちゃっかりしてんな。これなんだ、爆発すんのか。リロード速度でいきましょう。あ、まあもういいな。リロード速度でいきます。お、爆発したわ。よいしょ。ゴールド、ゴールド、ゴールド。ゴールド。ちょ、倒して、アーマーでいるならアーマーいきましょう。でシュガーはサプライドロップが来るまでは取らない。あ、まあ掘るだけ掘っといてもいいのか。掘るだけ掘っといてもよかったな。よし、オッケー。ランニングゾーンクリーンアップしに行きましょい。おわっしゃい、新しい武器。最高。パレットがいるわ。セントリーいるの熱いな。セントリー熱い。セントリーが一番好き。よいしょ。オーケー、オブジェクティブクリア。リロード速度。よし、行って、あっちいのか。これ掘るのも大変やな。いいタイミング、いいタイミング。イエス。あー、レアダメージ。来た、シュガー。これで HP が増えるのが取れたんで、シュガーを取り身がだいぶマシマシだよと。いて、あっち。あ、連射速度だ。ダメージで HP マシマシでいきましょう。で、よいしょ、取りたいな、経験値。ダメージで。え、なんでシュガー取れないんだ。食らわんといけないのか。166。食らわんと取れないっぽいな。これで食らって取って、食らって取って、食らって取って取って、ダメージ。リロード速度も大事だけど、ダメージ。金とか取りたいな、金とか。赤も欲しいけどな。困った、全然採掘が進んでない。エピック連射速度全ての、最高。神ポット20秒か。
15、14、13、12、11、19、8、7、3、金が少ないのがちょっと心細いけども、そういうことよ。だから金少ないの嫌なのよ。こう悔しい悔しい、最悪だ。とりあえず怪獣範囲、まあキネクティック戻ってからいっか。金取ろう金。強化も欲しいけどな。やっぱ採掘速度上げてえな。採掘速度上げたい。継続ダメージありがてえ。なんで取れねえんだ。レッドフルタイムあんのかこれ。レッド取るのに燃えてるの俺な。敵にも継続ダメージ入んのか。炎上ダメージ、そうだ多分。よいしょ。金もいいけど赤が欲しいな。もう爪生えてんだけど。早いな。よいしょ。あっかん。まずい。経験値でいきます。レベル。怖すぎるか。いて。まあまあ経験値できねやっぱりこいつ。あーでも敵倒したらあれなんだ、敵倒したら湧いちゃうからできるだけ無視していこう。金を集めるの大事だから。移動速度、よいしょ。あーここから行くか。赤いのも取りたいし、レッドシュガーも取りたいし、サプライポート来ましたと。よし、点取れた。これ倒したら敵湧いちゃうな。よし、 OK。あーこれ敵来ちゃうな。あないか。あーない。え、処理するゴールドが5増えるごとに 10% ダメージ。うわきついな。50で 10% ダメージってことでしょ。全然ダメじゃん。全然ダメだよ。そんなにゴールドたまらんから言うて。感電実質あれみたいなもんだな。なんだっけ、あのレジェンダリーリロード速度切った。実質あのあいつタレット置いてたキャラ大して変わらんから全然あり。リロード速度はまあいっか。いけ。でも発動するんだね炎上。あんな状況なっけあれ。とりあえず金集めて歩きたいな。ボス放置で、どっちがいい。一旦リロード。あー貫通数ですね。なんていうの、行きましょう。トゥイズイ掘って掘って、キノコ集めないとね。キノコ集めなきゃ。移動速度、キノコを集めて歩きます。ボスを倒すのにキノコを集める。
まずいまずいまずい。キノコを集めなくては。オブジェクト。やばい。倒しちゃう。倒しちゃう。ちょっと待って、やばい、倒しちゃう。掘削速度、キノコあと3個、キノコがない、キノコがない。あと2個、左上、あと1個、よし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 。なんだよ、ここにいっぱいあるじゃねえか。回収、よしよしよし。いや、そんな余裕あるか。ギリギリダメージ、8、7、6、よし、素晴らしい。今のは素晴らしい。できることは全部やったぐらいにやった、きっと。これはエピックだけ取って次行こっかな。特にあとどうでもいいかも。これだけちょっと気になるけど、金コスパを考えるともっと強いのに使いたい感がある。何、花を集める。よし、採掘速度上げたいな。あー、 DPS ちょっと下がってんな。もうちょっと DPS 上げないといけないかも。タレットがもうちょい頑張ってくれたらな。タレットレベル上げるか。よいしょ。でもどうにかなってるか。経験値。アバガチャ。赤いのも20個取らないといけない。あ、どうにか間に合うの。全然火力足りてるな。 OKOKOK、 大丈夫。うお、なんかおるて。こいつら爆発させようぜ。うわ、連鎖爆発しなかったわ。ふふー、いて、経験値うまそう。あ、サプライポット、サプライポット行きましょう。サプライポット大事よ。一応壁で遮れてるっぽいな、こいつらの攻撃。痛い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 な、結構痛いな。どっちだ、全体リロード速度。よし、ノックバックかな、レッドシュガーかな。あー、レッドシュガーいきます。レッドシュガーいった後に、あ、どれだ、大型スラッグ弾強えんだよな。貫通もでかいけど、多分これでいこう。お、かなレベル25までクリアしたらしい。で、花集めてこないといけない。花集めなきゃ。クリティカル率、掘削速度。花集めよう、花。スイワムディテクティ、火力は押してる。火力は押してるぞ、一応。HP ちょっと回復どうにかしたい感はあるな。火力はどうにかなってる。
暑いかな。よいしょ。やばいか、火力全然か。レジェンダリー武器ダメージ。よいしょ。レア。よし、これで花を集めないといけないから花を集めに行こう。レアリロード速度いて19くらった。花花花、これ拾ってるようやる。ないな、ないな。レッドシュガーちょっと回復がてら取って、花取って、あと花いくつ、花1個。よしよしよし、全部取れた。オッケー。ちょっと落ちでこれ取って、なんか経験値的なのないかな。いいぞ。金金金、赤いの取りたいけどな。オッケー、レジェンダリー連射速度、火力押し。痛い。レッドシュガー取るべきだったか。あれ回収範囲、レア HP 回収範囲で。よしよしよし、12 11 10 9、経験値イエス。あ、ちょっとタップ倒してもよかったな。ちょっとよく出してもよかったね今。これは一回振り直してみます。リロード速度はありだと思うんで取ります。これもありかな、効果で。もう一回振り直し、よっしゃー、連射速度、こいつの連射速度は激アツ。あ、どっちがいい？追従型？チャージが1回分増加？どっちもありだな。どっちがいいんだ？別に追従である必要ないんだよな。追従である必要ないよね、特に。追従であればついてくるけども、ついてくるけども定点防御ができないんだよね。通路だ、俺が穴掘ってる間とか下のL 字型で、例えば俺がここ掘ってるとするじゃん。ここに追従されてたらここの車線通らないからついてこない方がいいまである。ここら辺に置いてからここ掘りたいもんね。そしたらここから来るのを倒せるんで、追従じゃない方で行きます。で、連射速度上がればあいつの火力も上がるんで取りますと。でもう一回回す。まあ、リロード速度あるよな。で、最大 HP ちょっと増しとくか。いや、クリティカル率でいこう。俺、クリティカル率今結構いってるんじゃないの ?28% だから3発に1発ぐらいは出る。3、4発に1発は。あり。これでいきましょう、次。これであと2層だね。OK。これね、花とランク9まで上げる、HP300 まで上げる、SMG なんちゃらかんちゃら。よいしょ。いて。火力高えな。火力高えんで、そろそろ、金もいいけど、素材集め。
クリア後のアップグレード素材集めを考え始めてもいい頃なのかもしれない。まあ、クリアできるかわからんけどな。やっぱ金か。身のため金か。よいしょい。なんだっけ、ここ花か。花一個も取ってないのまずいか。移動速度。花一個も取ってないのまずいか、さすがに。あ、結構押してんなんかよく。いいぞ。ほら、上のパレット今仕事してんじゃん。最高じゃん。いて。それは経験値欲しい。よし。レアか、微妙だな。これアップグレードしたら何が強くなるのかな、わからんもんな。いや、これで。ちょっと、アップグレードを優先するタイミングではないと見た。そっちよりも 10% を選んでしまった。スワミング。経験値さっきの取れてないよ、俺。ちょっと待て待て待て。こういう時にタレット置きたい。ちょっと待って、花がないのマジやばくない？1個見つけてないぞ。桜被害した。花あった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 。うわ、連鎖ないのかい。やばい、今爆発するぞこれ。こっちで。よし、この先花ありそうじゃない？ないわ。じゃあやめよう。一旦サプライ優先しよう。花ないのやばいな。このステージはあれだと期待しよう。あの、なんだっけ。磁石。磁石ワンチャン来るもんだと期待しよう。あ、やばい、これまずい、これまずいです。俺まずいです。連射速度ボス出しちゃった。あ、まずい。な、花花ないし。サプライサプライ。いや、微妙これ。移動速度。ボスなんかやばいって。レベルアップ時間。おい、最悪だ。逆走してるし、移動速度最高。ダメージ 25% でしたね。これ突撃するしかない。花なんでないの。マジ6個見つけきれんかったんだけど。つらい。ちょっと良くなかったな今回のな。今回の良くなかった。レベルもうちょい上げたいか。これ行ってみるか。これで一回振り直してきた。連射速度で。これで取れない。うん、これは欲しいだろう。もう一回回そう。うわ、金がない、金がない。タレット取る、タレット取れない、金がない。掘削速度と継続でいいや。よし、オッケーオッケーオッケー。とりあえずディストレイコクーンも大事だけど、クリア前提のために、何のために潜ってるかっつったら、そういうことだから。
レベル300、はい、HP300 に出したいのか俺。回復して爆発させとこう。ここか、いっか。タレットが仕事してくれてるから、レベル上がってもいいし。あ、そうだった、湧くんだった。おお、ダメージ神。タレット今タレットに俺はかけてるから、これ赤はいらない。 HP は増やしたい。経験値欲しい、いらない。 HP 増やしたい、金いらない。大丈夫かこれ、タレット任せるぞ本当に。よし、素材的。お、こっちいいね。うーん、きつい。飛んでるから意味ないか。飛んでるから全然負けてないっていう。食らっちゃった。あれ通るしかない。あー、チンコ感あるね。こっちから取ってビーコン、これは経験値か。まあか、迷いどころ。経験値いて 20g、 痛いな。サプライドロップ行こう。サプライポットが異臭祭り。サプライポットでボス倒すのもありだけどな。これはこれはレベルアップ回復で、ナイトラもう1個2、3個回収すればレベル30、レベルじゃない、 HP300 いくから。そう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 、とりあえずあれで目標達成して、アーマー来た。いい、それはいい。エピックリティカルレイツ、お、うわ、これな、これ困るんだけど、困るんだけど面白そうだからやってみるか。うん、掘削する余裕ないねこれね。全然掘削する余裕ねえな、意味ねえよ。 OK、 俺何したかったかっつったら追従でよかったな。そうしたらボス戦のこと考えると全然掘削は意味なかったっすね。よいしょ。 OK、 ドレッドの音カモンですよ。よし、悪くない悪くない、いい爆弾ダメージ。えぐえぐえぐ、うわ、当てたかったなこれ。いって、ちょ待て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 、まずい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 、食らいすぎ食らいすぎ。まあ、タレットが仕事してるな、やばい。レベル上がって、レベル上がって、レベル上がって、よし。後ろ向いて撃つ、撃てない、やらかした。
そんなことやってる場合ではなかった。パレットがいない方向来ちゃった。パレットをぐるぐる周回しないといけない。以上回復した。ダメージ、あ、まずい、まずい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 。あとちょっとあとちょっとあとちょっと。いや強力なるなってこれ。早くレベル上がって、早く回復したい。これ取ろう。まずいまずい。まずい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 。来た。いらかった。HP、HP、HP。まずい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 。まずい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 。あ、まずい。死んだ。倒せそうだったのに。なんなら立ち止まって後ろ向いて撃った方が絶対倒せた。これはやったわ俺。悔しい悔しい。ドリラージャガーノートやったな。というわけでじゃあ今日はこれで終わりにしましょう。次回頑張ります。失礼しました。